上爆球乱戦にご乗船いただきましてありがとうございます。ご案内の放送いただきます。報告書は両側の満席が特に有名となっております。岩前鶴名称結晶変換と言いまして、この中に含まれる陸地天道日本列島の断線についてお掛けしている従事者の徳島県の指定の連携について、そこの辺りはもとは海底の状態と言われ、3万客の圧力を受けてできたのが陸地天岸です。全国でも埼玉県の長瀞などごく限られた場所しか見ることができません。そして栃成行き吉野川の流れ四国山脈を南北に動き出てきたのが東大保健橋、保健橋です。しばらくの間ですね、自然が作りました景色を見ております。それで両岸とともに約45度の角度で同じようにできてますが、下流の小保健島は今と逆の層に変わります。右手の方の岩場です。見てください。岩場にですね、白いところが見えますけども、石英と言いまして、石の中でも一番硬い岩岩石の一つと言われています。中にはですね、ガラスの原料にですね、使われておりまして、朱一と言いますね。それほど硬い割れにくい石英でございます。この辺りの水深と言いますと、6メーターほどでございますけども、場所によっては10メーター以上の場所もございますけれども、一定ではね、ございません。深くなればね、浅くなるということです。お客様が、ね、下っているこの川ですね、吉野川にあります。吉野川の、ね、本流でございます。吉野川の全長は194キロございます。一時すべき亀の森という嫁自然県で、高知県を通って徳島湾に流れ込んでおります。別名は四国三郎と呼ばれまして、静かに流れている時はこうしてね、私たちを楽しませてくれますけれども、台風の時はですね、見ていただいている岩の頭をですね、水の中になる時があります。この時ですね、砂や小石などの水の圧で岩の表面で削りながら自然に磨き上げていきます。吉野川の魚の種類といいますと、鯉とかうなぎ、小さい魚になりますとウグイとかアユなどがいます。ご覧になってみてください。横顔がライオンの顔にですね、似てます。左後ろね、振り返ってね、見てください。目はつむってましてね、口はね、白く横にね、裂けてます。鼻が国道沿いにね、向いてますね。まあ、自然と削られてああいう形になったでございます。右手の方にね、なりますとね、鉄道がね、出ます。 JR のね、の山線でございます。ただすね、久保川間走ってます。そこの間に人工のトンネルがね、いくつ関係でございます。この鉄道の山裾を越えますと、祖谷に入ることができます。車でね、2、30分で祖谷の桂橋に行くことができます。